待たせいたしました。5号系統、小樽茶屋行き発車いたします。次は、大浦天主堂下、中華料理、地下道入り口です。電車内での携帯電話は、あらかじめマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。まもなく、大浦天主堂下、中華料理、地下道入り口です。大浦海岸通りでございます。海鮮市場長崎港でお食事を。出島から歩いて5分、海鮮市場長崎港。1日乗車券をお持ちの方は中の案内をご覧ください。右へ曲がります。まもなく大浦海岸通りでございます。発車します。本店前でございます。スマートカードで乗り継ぎのお客様には乗り継ぎ券を発行しておりません。乗り継ぎ先の電車に乗車されるときも必ず乗車リーダーに触れてご乗車ください。次止まり明治館内に乗り継ぎされると運賃は差し引かれません。まもなく月町18銀行本店前でございます。
長崎駅前四庵橋方面お越しのお客様は次でお乗り換えでございます。長崎駅前松山平和公園は向かい側のホームで1番赤坂行き、四庵橋方面は下車ホームで1番聴覚に左行きにご乗車ください。次止まります。ご乗車ありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。次待ちのがいます。長崎駅村上松山方面乗り換えになります。駅方面は反対側方面から赤坂行きにご乗車ください。よし、乗り継いだ人の方を後ろに願います。ご乗車ありがとうございました。次待ちです。お疲れ様。